ハウスティーの、説明をさせていただきます。建物は一段高い敷地に、地下の一層、それから、天井高の高い1階と、2階部分に、ボリュームが置かれていて、周辺が、2階建ての住宅が多いので、一番上からは2階でありながらも視界が抜けるような構成になっています。いざ自邸を作ろうと思った時に、幼少期に僕は町屋で育っているのですが、すごく暗くてこうしっとりとした室内からこう明るい庭を見るというような、なんかその原風景が、とてもこう印象的で、気づくとそういったものを作ろうとしていました。で、自宅を作るときに、そういった幼少期の体験を、洞窟のような空間として、表現できないかというふうに考えました。というのが、これまでも中と外というものをこう混ざった状態として設計することをこれまでも、ずっと考えてきたのですが、洞窟ってなんかこう奥に行くとこう天井高が高くて入り口がこう、狭くて、実際はこう外なのに中に入ると外の空気のままなのになんか内部にいるような感覚を、覚えることができて、実際この場所っていうのはこうすごく結露して、すごくひんやりとした涼しい環境が作られているので、実際今回で言うと、環境エンジニアリングをかけて、自宅の天井に、冷水パイプを、ルーバー状にはわして、だいたい9度ぐらいの温度の水を循環させるように設計をしています。でちょうどひと夏を超えたんですが、実際、網戸で、室内はずっとだいたい24度ぐらいで夏を超えることができました。空間のこうスケールやプロポーションもさることながら、もちろん材料マテリアルを検討するっていうことも、大事なんですが、こう目に見えないこう空気や光っていうものを、よりこう設計の中にこうしっかりと取り入れていくっていうことがすごく興味があって、今後はこういったこう外部でありながらも環境のエンジニアリングをかけて、ただ単にこう空間だけではなく、そういったこう温度や湿度や光までをも、実験的にこうやってみようということの、第一歩として自宅を作ることができました。この一つのこう実験をもとに、これからは住宅や商業施設も、内部と外部がよりこう快適な環境を作っていくことができるようなきっかけになればというふうに考えています。